はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ、幼児教育支援 .com 動画版。本日のテーマ、私立小学校受験、季節を意識した生活をしましょう。それでは西荻フレンドリースクール室長、近藤由美先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、今、年中さんの方でもいいですしね。今、もしお子さんが年少さんとか、もっと小さい年齢だったらラッキーですね。そうですね。はい、今からいろんなことをね、日々ね、経験できると。はい、じゃあこの季節についてはそうですね、はい、なんで今頃に季節をって結構毎年、うん、その話はしてるんですけど、はい、なんでかっていうと、うん、まあ小学校受験って、まあ、9月に始まって9が、まあ、埼玉だとすると、まあ、もう1年、うん、で11月だと、ね、まあ、11月の季節、うん、でどちらにしても絶対巡ってこない季節って12月ですよね、うん、12月1、2、3かな、うん、あれ12月、巡ってこない季節、巡ってこないっていうか、あの季節で体験できない季節っていつだろう、うん、あの4月に年長さんになってからってこと。そう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 、あ、そういう意味ね。そう、やっぱりあの12、1、2、3月とかね、そう、うん、4月になってからね、さあ受験しましょう、ね、まあ、全然受験を考えてない子で、4月になっていや受験しなきゃって思った家に限って季節ができないんですよ、うん、今から新年長になった子だとすると、まあ私も教室では言おうと思ってるんですけど、いろんなことね、まあこれから秋はちょっと秋っぽくなかったんですけど、それでもまあ焼き芋だったり芋掘りだったりっていうのは、まあなんとかね、体験がね、まあ大きい体験だから、芋掘りぐらいはどこの幼稚園でもやるから、あ、それは秋かなとかね、まあ落ち葉も意識しないと、もみじとかイチョウとかって思い浮かばないけど、まあクリスマス、まあクリスマスはね12月冬だってわかるんですけど、これから世の中に出回るポインセチアって言うんですけど、ね、はいはいはい、あんなのも結構出るんですよ、これ。あ、それからなんか赤いなんだっけ、ヒイラギの、はいはいはい、ヒイラギのこうよくありますよね、うんうん、あれもクリスマスイコール冬のものってことになるから、それはちょっと受験するっていうことに考えたら、そこまでも意識しなきゃいけない、うんうん、まあ、なんとなくじゃなくて通り過ぎないように一応ちょっとお花屋さんで見てみようとかね、そう、クリスマス飾り見てみようとか、うん、ポインセチアなんてよく出てきますよね、うんうん、で、まあ、それをねやっぱり12月に意識するっていうのと、はい、今度1月になったら、うん、まあ、なかなか自分家の前に門松置かないうちはやっぱり、まあお店行ったりね、まあ、大きなね門松をいろんなところで見て、うん、これ門松っていうのよ、門松がよくわかんないんですよ ね、 そうね、あと、まあお餅つきなんかするうちあまりないかもしれないけど、お餅だったり、うん、そういうのも食べた時にお正月だから食べるのよとか、うん、おせち料理とか、うん、まあお年玉とか、たこ揚げとかね、うん、最近羽根付きの道具が売ってんでびっくりしたんですけど、羽根付きとか意外と出てこないんですよ、羽子板とかね、うん、そういうの見たら冬って思わなきゃいけないし、それで2月になって今度は豆まき節分っていうのをやって、うんうん、3月のひな祭りだったり鯉のぼりだったり、あと柏餅、うんうんうん、すごいとか勝負の湯まで出てくるから、そうですね、で鯉のぼりだけじゃなくて金太郎とかね、うんうん、金太郎とか兜とか、はい、そういうのもまあどっちかっつったら、うんうん、あの春先のくくりだから ね、 ね、うん、そういうのを経験して、でまあ4月に入ると、うんうん、4月になると入学式とかね、そうですね、はい、だからあと、まあ、4月だと桜、うん、そうですね、桜だってぼーっとしてないで見に行って、これは春よ春よ春よって言って、うん、ね、美しいとか菜の花とかね、菜の花だって結構出てこないから、うん、菜の花もやっぱり菜の花畑見せるとかね、ほら、うん、これ春よって言って、うんうん、それで夏が終わって、まあ、5月、子供の日は5月が終わって、うん、それから紫陽花、カタツムリ、こんなの一応6月だけど初夏だけど、うんうん、まあ夏6、7、8っていうのが、うんうん、梅雨だねなんて話してるし、ね、うん、あと結構七夕も知らなかったりするんですよ、意外とね、うん、で七夕、まあ、海とかね、うんうん、そんなのがあって、まあ、セミとかね、近づいてきたタイミングがだんだんね、そうそうそう、夏の真っ只中でその頃になると子供ってなんか
自分たちはいつ受験なんだろうと思うらしくて、でよく私が言うのは、柿の柿がお店に売られてくるかなんて、ブドウなんて年がら年中あるからダメなんですけど今時ね、うん、柿がね、柿がお店に並んでコスモスが花屋さんに出てきたら秋なんだよ、うん、だからそれで受験なんだよって私はよく教えてるんですけど、と子供たちにどう柿売るようになったって言ったらまだって、だからまだなんだよって言って、うん、なるほどね、そういうふうにこう意識付けするっていう、はい、だから年長になってさあ受験しましょうって言ったら子って大体4月からね、そう始めた、ね、11月とかからの季節が分からなかったり、うん、で面白いんですけど季節って言葉だけで覚えさせようとしてもやっぱり小学生じゃないから覚えられないんですよ、あの行事カードみたいな感じのね使ってもピンとこないんですよね。でそれと自分の体感、うんうんうん、暑い暑いこれが夏よみたいな、うんうん、ほら今こんな暑いでしょこれが夏よって言わないと結びつかない、うん、まあ、ついにてるてる坊主をお母さんと作ってみるとかでもいいかもしれませんし、ね、うん、で春なんかは季節を意識してそう春なんかはほらなんとなく暖かいでしょ、うんうんうん、秋になったらなんとなく寒いでしょって、うん、そういうところからじゃあ洋服どんなの着るみたいな、うん、そういうところでこう季節感を味わうっていう、そうですね、うん、だからよく春にタケノコが春だって分かんない子がいるんですけど、うんうんうん、まあタケノコご飯作ったりとか、うん、でも結構ね入試験でまあタケノコの模型を見せてこれは何ですかってタケノコです、じゃあいつの季節ですか春です、じゃああなたはこの材料を使って作るお料理をできるだけたくさん言ってくださいって、へえ、なるほどね、まあやっぱりそれ経験した方が強いでしょうね、そう、うん、でも一応みんなはねタケノコご飯は言うんですよ、うんうんうん、であとは苦し紛れにお味噌汁に入れたり、うん、まあそれもありかなと、うん、すごいとサラダとかねすごいねそう、それでもそれは間違った答えじゃないんでね、そう、泣きにしもあらずそう、だからそういう意味でまずは自分で体感してからじゃないとカードだけで季節を覚えようと思うと難しいかなと思いますね、はい、まあ、あとはだんだんね大きくなるとこんなこと家族でできないからね、そうですね、受験対策なんて言いつつ、うん、家族で一緒にねいろんな行事こなしていくのもいいかな、うん、でも面接なんかでかかそう面接なんかで、うん、なんかそういう家庭のことで何を大切にしてるかって言ったら、うん、行事を大切にしてますっていうのもまあ言えるしね、うん、そうですね、そう、はい、ということでまだね、うん、今から始めればね受験まで1年間しっかりとねすべて経験できますからね、はい、意識してみてください、はい、まずはクリスマスですね、そうですね、はい、はい、ありがとうございました。それでは教室からのお知らせです。西荻フレンドリースクールでは体験授業受付をしております、1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしておりますね。今の時期ですとね、新年長さんのスタートにもまだまだ間に合いますからね、まずはご興味ある方はお電話いただければと思います。もちろん今のね新年長さん、つまり年中さんに限らず他のね年齢のお子様たちもぜひぜひご参加ください。まずはフレンドリースクール来てみていただければと思っております。連絡先です。電話番号が 03-3390-0750 番、メールアドレスはご覧の通りです。はい、こちら西荻フレンドリースクールでは引き続き幅広いテーマでお話をしてまいります。よろしければチャンネル登録高評価などもお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは失礼いたします。